グランピーです。グランピーではずっと最近ですね、チューブレスを、ご利用してるんですけども、で、まあ、チューブレスのメリットの動画とか、チューブレスにする方法の動画とか、まあ、いろいろ、撮ってはきたんですけども、まあ、おかげさまで最近本当にチューブレスにしたいという方が増えまして、今回も以前グランピーで組んだ空手モンキーのカスタム車ですね、これを、チューブレスにしたいということで、今カスタムの依頼を受けてるんですけども、まあ、そのチューブレスに今からしたいっていう人も、今までですね、もうすでにチューブレスした人からですね、質問がいろいろと、来てますので、その質問にちょっと答えたいと思います。で、まずチューブレスにしたいという人ですね。で、まず最初にぶち当たる壁としては、リムテープの幅がわからないっていう方が多いです。で、リムテープですね、チューブレスのリムテープもこんなにいろんな幅があります。で、まあ、これとこれとかなら、あからさまに違うんでわかるんですけども、その中間のこれとこれなんてなかなか並べないと区別つかない感じになります。で、まあ、どれを選んだらいいかわかんないというのが多いと思うんで、今日はそのとりあえず今回は幅をちょっと、説明したいと思います。で、今回のリムはこの、マビックのマウンテンバイクのリムなんですけども、外幅が、34ミリですね。で、内幅が30ミリですね。だいたいそのぐらいですね。はい。で、リムテープの幅の選び方なんですけど、外幅と同じぐらいのリムテープを選ぶのがいいと思います。で、そのリムメーカーで指定された幅のものがある場合は、もうそれを選んでください。で、それがわからない場合は、この外幅ですね。これが、これ今34ミリ、で、これも34ミリのリムテープです。これですね、34ミリ。約34ミリのリムテープです。で、まず外幅、内幅よりも極端に幅広かったり狭かったりするものは選ぶと、良くないので、まあ、広すぎるとビードにかからなくて、空気入れたらビードが外れてボカーンってなっちゃったり、リムの狭すぎたら今度エア漏れの原因になったりということがあります。で、今回ですね、これはクリンチャーチューブ入りですね、チューブ入りのものを、チューブレスにするんですけども、グランピで組んだやつって大体カスタム組んだものはもうすでにチューブレステープを貼ってます。で、今回はそのまま使えるので使います。で、まあ、もともとチューブ入りだったものをチューブレスにするときのちょっと注意点なんですけども、これはもう全体的に綺麗なのでそのまま使います。で、たまにあるのがこのリムの際ですね、この辺際がベリッとめくれちゃってたりすることがあったり、このバルブの穴にが裂けてたりっていうのがあります。そういう場合はそこがもう漏れの原因になっちゃうので潔く交換してください。で、今回はもうそのまま使えるのでこれを使います。はい。で、まあ、簡単にもざっとチューブレスにしちゃいます。で、まあ、そのまま使う場合とかは一旦きれいに軽く拭いてあげてください。でも今回これ水です。さーっと軽く汚れが落ちる程度で構わないので拭いてください。はい。で、バルブを刺してあげて、で、ここバルブの穴開けるとき、まあ、自分でやる場合ですね、新たに穴開ける場合はまたハンダごてでジューッと穴開けたり、熱したドライバーで穴開けてもらっても結構ですし、僕は刃物ですね、僕使うのこの先の細いハサミなんですけど、これで十字にブスブスっと穴開けてやることが多いです。
で、まあ、穴開けてもらったら、あ、いいですね。はい。で、リムテープ、あー、このバルブをしっかり止めてください。で、この止めるときなんですけど、ここぐーっと指で押しながら、このナットを締めてあげてください。で、わざわざ工具使ってペンチとかで挟んで回す必要はありませんので、これで押して手で止まるぐらい、これで十分です。で、ちょっと前後したんですけど、このリムテープを貼るときに、まあ、これバルブ中心にだいたい15センチから20センチぐらいかぶせて貼ってください。で、まあ、あんまり近すぎると漏れの原因になっちゃいます。で、ここが今これぴったりくっついてるんですけど、ここが浮いちゃってたりする場合があります。そうするとここからどん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 シーラントがこの中に漏れていっちゃって全然止まらないってこともありえますので、なるべくここは広く取って15センチから20センチぐらい取って、貼ってください。で、これで、準備ができました。で、あとはもうタイヤをつけて、はい、行きましょうね。よいしょ。これは回転方向がどっちでしたっけ。ローテーションこうですね。シーラントの量、こいつに関して、これが、3.0 ですね、27.5 の 3.0 なんですけど、この太さだと、120cc ぐらいがいいかなと思います。で、そうですね、シーラント入れ方なんですけど、僕はもうこのままビードをはめる前に全部入れちゃいます、最初の時は。で、今回バルブの入れ方、バルブから入れる方法もちょっと説明したいので、今回は先にビードを閉じちゃいます。よいしょ。で、ビードが結構チューブレスってはまりにくいことが、上がりにくいというか、そのはめにくいですね、リムにはめにくいことがあるんですけど、このリードちゃんと真ん中のくぼみがだいたいリムにあるので、そこにちゃんと落としてあげてやると割とすんなり入ります。これでビッドというかリムはまりました。で、シーラントの入れ方です ね。で、まずはバルブから入れる方法なんですけど、だいたいこのバルブコア抜けますので、まあ、こういったバルブコアツールですねがあるので、こういうのを使ってまずはバルブコアを抜きます。こういうふうに抜けますんで、で、抜いてもらうって、ノーチューブだったらこういう、まあ、専用の注射器というかシリンジがあるので、これを使うと
容量書いてあるんで便利です。で、先にですね挿してねじ込んでもらって、で、この中にもで、これのこのシリンジは1回で 60cc まで入ります。なんで、はい、で、こんな感じで入れてあげてください。で、これで、まあ、入れたら空気を入れてあげます。で、これを、まあ、一旦取って入れ、バルブコアつけて、で、あとは空気を入れておしまいです。で、相性にもよるんですけど、もう普通のフロアポンプでビードが上がるものもあります。こいつは多分上がります。はい、いきますね。おっと、このパンっていうのはチューブレスの醍醐味というか、ちょっとびっくりしますけど、これでちゃんとビードが上がりましたよっていう合図なので、びっくりしないでください。で、これで規定空気圧入れて、終了です。で、まあ、こうぐるっとシーラントを回してあげてください。で、こうあからさまに漏れてるときはシューって言ってるので、そこはどこかこう耳近づけてもらって見つけてください。で、そこが分かったら、まあ、一番そこを一番下にしてバシャバシャバシャっとやると音止まることがあります。そして漏れを止めてください。で、やってみてください。で、今ですね、さっきシーラントこれ 120cc 入れるって言って、今 60cc しか入れてないんですけど、で、シーラントチューブレスの場合って2、3ヶ月に一遍、3、4ヶ月に一遍補充しないといけないっていうことがあるんですけども、中でもう揮発しちゃってなくなります。で、シーラントの意味がなくなっちゃうんですけど、そういった場合に補充の仕方も合わせて説明したいと思います。で、これもよく質問があります。どうやって補充すればいいのっていう話がよくありますので、これも説明します。で、まあ、ビードを外してわざわざやるのはちょっと手間だと思いますので、また簡単な方法を説明します。で、さっきシーラント入れた方法と一緒です。で、まず空気の抜き方なんですけど、いっぺんにブシューッと抜くとビードが落ちちゃう可能性がありますので、ゆっくり抜いてください。で、もう緩めて普通にシューッと抜いてもらって、全部抜けるまでゆっくり抜いてください。で、これめんどくさいんで、バルブコア抜いて一気にブシューッと抜くこともあるんですけど、一気に抜くと本当にビードが落ちちゃって後でめんどくさいことになりかねないんで、最初はゆっくり抜いてください。で、ある程度抜くともう大丈夫なんで、抜けたらバルブコアを抜いてください。で、シーラントの補充をするんですけど、で、こういう太いタイヤの場合はこういうシリンジがあった方がいいと思います。で、ロードのタイヤとか47C ぐらいまでの太さのタイヤだったら、これ1本ノーチューブのこれ1本でいいので、これをバルブに当てて、これもう最初から穴開いてるんで、刺して入れてあげれば
これにギューッと入れてあげれば大丈夫ですので、もうこのままで大丈夫です。でこういう太いタイヤ、マウンテンバイクのタイヤはちょっと量が多いんで、こういうシリンジを使ってあげるのがいいですね。よいしょ。で、今回は 60cc ですね。はい、であとはさっきと同じように入れてあげると OK です。で入れ終わったらバルブコアをつけて、あとは空気入れて完了です。でこのシーラントの補充に関しては、自転車につけたままできるので、すぐに簡単にできると思います。そんなにこうハードルは高くないと思いますので、やってみてください。もしも自信がないとかめんどくさいとかいう場合はもう持ってきてもらえればいくらでもやりますんで、テントまでお越しください。はい、でこれでまあ規定圧まで入れて、マッチシーランと回してあげて、終わりです。はい、で、このまずシーラントの量とか、リムテープとかのサイズとかについてはまたブログを書いてますんで、そちらの方に概要欄にリンク貼ってますので、そちらも参考にしてください。で、あとですね、このシーラントに役立つグッズなんですけど、今日使ったのこのバルブコアツールですね。あとこのシリンジです。これオンラインストアの方にありますんで、こちらも必要あればご購入いただければと思います。はい、では今日は、初心者でもできるチューブレスのメンテナンスというか方法でした。ありがとうございます